通過しまして、9月に行われましたファイナル選考を見事、勝ち抜き誕生いたしました九州女子を、今日皆さんの前にその姿を初めてお披露目するということになっておりますので、この初々しいグループに今日は登場していただきたいと思っております。九州から全国へ世界へ羽ばたくグループへ、九州の女性で描くかっこよさ、綺麗、おしゃれ、志の強さを音楽で表現するガールズグループを目指すということでございますので、ちょっとオープニングで盛り上がるためにもちょっとコール&レスポンスいきたいと思います。皆さんのレスポンスきっかけで九州女子がバッと登場していく、そういう空間作りをしたいと思いますので、私は今からですね、九州って言いますので大きい声で女子力と言っていただければ九州女子力登場いたします。ちょっと練習いきましょうか、ね、皆さんも大人の皆さんがなかなかね大声出すことないと思いますけれども、元気よくお願いできればと思います。ちょっと練習参りますよ。それではいきましょう、九州女子力。いいですね。できたらね、こちらの辺りの皆さんもちょっとずつでも声を出していただければねいいと思っております。あ、カメラ誰か分かって撮ってくださってません？ありがとう。あ、もちろんもちろん。もう一回行きましょう。大きい声で参りましょう。九州女子力。九州女子力。バッチリでございます。じゃあその勢いでこの本番行きましょう。メンバーをお呼びしたいと思いますんで、今の2回3回より大きな声で呼んでいただければと思います。それでは九州女子力に登場していただきたいと思います。それでは参りましょう。新大会で、はい、えっと今日は9時の撮影ありがとうございます。今回九州女子役で夢を叶えていきたいと思います。皆さん、あの叶えたいの会員を募集中なので、ぜひ会員になってください。よろしくお願いします。
この九州女子力メンバーに、あなたの目標は何ということで、九州女子力の将来の姿を事前に絵に描いて、答えていただいております。じゃあその絵を、お配りいただきまして、その絵をもとにですね、各メンバーにちょっと話聞いていきたいなと思っております。さあね、この色紙になんか九州女子力これからやっぱどうなっていきたいっていう、この目標が書いておりますので、一斉にお出しいただければ、それを皆さん見ていただいて、あ、この夢叶ったなって、その叶った時に思っていただければいいんじゃないかと思います。それでは、皆さん、はい、準備よろしいですか。はい、それでは出してください。お願いします。はい、このような絵できました。さあ見えるかな、ね、順番にこれ話聞いていこうか。私が描く九州女子力の将来の姿、じゃあまず愛理ちゃん。はい、愛理ちゃんの絵は、あ、大きい羽が書いてあって、 その周りにいろんな会場の、名前が書いてある。これどういうことですか。はい、私が絶対にここの会場でしたいところを書きました。お、どこでしたい。マリンメッセ、おヤフオクドーム、お武道館、横浜アリーナです。うわー、でかい。はい、いける、まあ、夢は大きくいかないといけないと思ったので。素晴らしい、はい、これでか、これ4人でやるってことだよね。はい、頑張っていきたいと思います。頑張っていきたい。しえりちゃんは、これは何の絵だ、羽を広げた女の子の絵が描いてあって、はい、あ、下に階段があるね。はい、でこれ皆さん見えるか、階段の段のところに目標が描いてあるね。えらい小さいとこ描いたな。ちょっとじゃあ読みますね。ここちょっと読んであげて。一番下に描いてあるのが九州全県ワンマンライブ。おお。これ階段にしたのは、こう一段ずつってことね。はい、で最終的にあのこれドームを描いたつもりなんですけど、ドームの天井が開いた状態で花火が上がってるところでライブをしたいと思います。うわ、すごい、大体的に演出まで考えてるわけだ。すごい、素晴らしいね。はい、花火上げたい、はい、ドームでね。はい、ね、そのドームもでもいろいろ4大ドームって言われるぐらいだから。はい、どこのドーム行こう。もう全部ドームですけど、全部いいですね。なんか北海道も増えてくる、北九州メディアドームとかも増えてくるよ。細かいドームもいろいろ増えてくると思うけど、それも全部達成したい。一番最初の階段何て書いてありますか。まずは九州全県ワンマンライブです。なるほど、これをじゃあまずは叶えていくというところからです。はい、立派な目標じゃないんですか。しえりちゃん、ありがとうございました。さあ続いてはかなえちゃんいきますか。かなえちゃんの絵、ちょっとじゃあまず皆さんに見せてあげて。これはモニターに九州女子力のメンバーの絵が描いてありますね。はい、どういうことですか。はい、テレビ番組、音楽のテレビ番組に出て、もっと多くの方に九州女子力の方、あ、九州女子力の方を見てもらいたいなって思って、まず歌番組に出たいなって思いました。お、なんか出たい歌番組とかある？M ステさん。わー、いいね。階段降りたい。はい、いいね。階段一面じゃ降りて。しゅうりちゃんは階段登ってます。階段降りてくる。駐車場に置いてくみたいな。いや、いいね。でもあそこちょっと ね夢だわ。ね、はいはい、今日みたいなヒールで歩いたらちょっとつまずくみたいなのもよく見るけど。3人ともミクちゃんって言うんだよ。だって気をつけます、歩くとき気をつけます。緊張しちゃうのもだから M ステ
そろ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 、はい、ゆっくりそうします。後ろピース控えてるよっていうのにそろそろいいですね。あ、でも夢は大きくね、九州女子で歌番組に出たい、はい、いいですね、叶えた夢、ありがとうございました。さあそしてラスト、みくちゃん、はい、みくちゃんの絵ちょっと見せてあげて、みんなに。はい、私はですね、九州女子でワンマンライブをしたいなと思って、それでこのファンの方も書かせてもらったんですけど、これはちょっとみんなが好きな色のサイリウムとかうちわを持って、あのソールドアウトをしている会場でワンマンをしたいなと思ってこれを書きました。なるほど、はい、ワンマンでも会場ってね、もうやっぱピンクの霧まであるからね、はい、キャパっていうのははい、そうですね、私が今したいなと思っているのは、福岡市民会館のあの大きいホールでおを埋めます。ワンマンで、はい、埋めたいですよ、なかったね今埋めますんだね、OK、はい、もう一回言うとこ、ちょファンの皆さんファンの皆さんにもう一回聞いてもらうとこ、福岡市民会館を埋めます。どういう歌どういう歌これね、やっぱ有言実行って言葉があるから、言葉って発したらやっぱ叶う、はい、ね、物の中からもそういうのどんどん発信してて、まずはじゃあ福岡市民会館を九州女子力のファンの皆さんで埋める、はい、ね、というわけでね、九州市民会館ライブやるとき皆さん見に来てくださいますか。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。名前覚えとけ、名前覚えとけ、今認めました、覚えときます、覚えました、ね、帰りに予約券渡しておきますねいいですね、まあすごい夢も希望もたくさん持ったこの九州女子力のメンバーでございますけれども、さあ、あれ、その九州女子力ちゃん、はい、ちょっとこの色紙の裏側見せてちょうだい。だらーん、なんと九州女子力なんてこれ初めてのサインがメンバーボンボンボンとね書いてくれておりますね。というわけでございまして、ここからのコーナーはこちらのサインが当たります、じゃんけん大会。いろいろありがとうございますって書いております、はい、で、え、シエリちゃんなんてもうサイン自体初めてなんだ。はい、初めてです。初めて、あ、かわいいの考えたるわシエリの愛のとこ羽になってるじゃん。あ、これですか。そうそうそう、羽入れたかったので。なるほど、九州調子よくだから、はい、ね、かなえちゃんも、あ、はい、かわいらしいサイン入れました。羽入れてる。あ、みくちゃんも羽入れてる。私は入れてないです。いやね、でもいいですね、このサイン入りの色紙、記念すべき、九州女子力お披露目イベントで、九州女子力初のサイン色紙です。こちらをじゃあちょっと、じゃんけん大会で、メンバー1人ずつじゃあ皆さんとじゃんけんしていただきまして、勝ち残った方1名ずつにプレゼントをしたいと思います。さあそれでは早速もうじゃんけんやっていきたいと思いますけれども、欲しい方じゃ手を挙げてください。じゃあ順番に、あゆちゃんからいきますか。はい、持っとこうか。 ありがとうございます。はい、これ、はい、じゃあいきますよ。よし、行こう行こう、いきます。最初はグー、じゃんけんほい。グーの方じゃんけん、グーの方、まだ残ってる、まだ残ってるね、まだ残ってる。よし、もう一回行こう、あゆちゃん。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんほい。本気で浮かんだ。強い強い強いOK、 いきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。どうだ、グーの方、グーの方、あれは変だった。グーの方、グーの方だけさ、ちょっと前に来ていただいて少し前に来ていただいていいですよ、前に来てください、この方はね。まずじゃんけんしていきましょう。じゃんけんで、じゃんけんで、この辺りで。さあこれいいですよ、ね、もちろんその九州女子力も夢も書いてますから、はい、きっちりこの夢を皆さんの方で保管していただくという感じになります。はい、はい、さあそれでは行きましょう。もう一回いきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。パーの方、お、強い強い強い。パーの方残っていただいて、はい、強い。もう一回ぐらい行けるか。もう一回行きましょう。いきますよ。最初はグー、じゃんけんほい。2人
んのね、いろんな会場でライブすると夢が詰まっております、はい、さあ続きまして、じゃあしみちゃん行こうか。はい、はい、じゃあ教え方また手挙げてください。よいしょ、やるよ、
そして一番いい笑顔を SNS に上げてくださればこれ幸いでございます。さあ残り時間10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。もう何百ぐらいのメッセージがいったと思います。本当にありがとうございました。以上写真撮影タイムのコーナーでございました。さあそれではこのお披露目イベント最後のコーナーになります。ここからは本邦初公開の九州女子局デビュー曲を歌っていただきます。本当に今日はもちろん最初みんながパフォーマンスするのももちろん今日が最初なわけで、緊張してんじゃないの？めっちゃドキドキしてるよね。さあね、お披露目イベント中ももう下手さずっとパフォーマンスのこと考えてたと思います。さあこのねパフォーマンスをご覧いただきたいと思います。それではスタンバイお願いいたします。はいはい。さあ皆様もね、一緒に盛り上がれる曲となっておりますので、ね、盛り上がっていただく、そしてね、奇跡的な神的な一枚も撮っていただければ嬉しいなと思います。それでは早速盛り上がっていただきたいと思います。九州女子局デビュー曲テイクウィングです。どうぞ。
を応援していただければと思います。それでは告知お知らせありますか？はい、あります。はい、今月の10月27日金曜日にハイリスク2017 in 長崎というライブに前夜祭に出させていただきます。はい、この日はなんと九州女子オープンプレデビューの日となります。イエーイ。はい、この日はなんですね、曲数を2曲披露させていただきます。はい、はい、スカラエスパシオという福岡のところであるので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして次の日の10月28日29日は長崎県稲佐山公園野外ステージにてハイリスク2017 in 長崎に出演させていただきます。なんとこの28日は女子オープンデビューの日となります。となっています。長崎のライブなんですけど、私の地元長崎なので、ぜひ皆さん稲佐山公園野外ステージにぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、これでも九州女子オープンプレデビュー、そしてデビューイベントの大きな会場で、パフォーマンスが続きますので、ぜひ皆さん引き続き応援よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではおしまいにね、皆さんに挨拶行きましょうか。はい、はい、で皆さん、今日は九州女子力のお披露目イベントにお越しいただき本当にありがとうございます。この日を迎えることができて本当に本当に幸せです。これから九州女子力はどんどん大きくなっていきます。皆さんついてきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではイベントおしまいのご挨拶参りましょう。